かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦。この作品は2020年6月現在非常に人気で、亀の子さんもおすすめの作品である。はい、亀の子私です。まあ、この作品のねアニメーションの方特にねご存知ない方はもうポカーンみたいなね形なんですけど、はい、まあアニメではねこのような形でなんか渋い声のねナレーションがたまに入って、非常に面白いテンポ良いね学園ラブコメディの作品となります。個人的にね非常におすすめなんで、ぜひこれはね皆さん見てください。でね、まあ、今回の動画はその作品の中で白金生徒会長っていうね、はい、男の、まあ、主人公の2人いる中の1人のねキャラクターなんですけど、はい、その方がですね非常に文房具で1個愛しているもんがあるんですよね。はい、それが何かというと、実はシャープペンシルになるんですよね。でまあ現実にそのシャープペンシルがまあ存在するかというと全く一致というふうな形ではないんですけど、ちょっとね似たというかまあモチーフになったんじゃないかなっていうようなペンを自分一個知ったりしてるんで、はい、本日はねそれについて紹介したいなと思います。はい、まあ白金生徒会長大好きっていう方とか、まあその作品自体が大好き、あとはまあこの白金生徒会長もコスプレでね持つ時のまあちょっと作品持ち物のねちょっと参考にしたいっていう風な方は非常に今回の内容参考になるんじゃないかなと思うんで、ぜひね最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずによろしくお願いします。はい、ということで最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、じゃあねまず最初にね軽くだけねかぐや様を告らせたいについて紹介したいなと思います。はい、この作品がですね、まあ、2015年から漫画の方でスタートした形になります。まあ、初めがミラクルジャンプから、まあ、ヤングジャンプに移るような形でまあ掲載していってまして、はい、まあそれがまあアニメーションにもなり実写映画にもなんとなってる形なんですよね。というふうな形で結構メディアミックスな形で展開してってるやつになります。でその中でもねアニメーションがねかなり人気なんですよね。はい、まあ、結構ね辛口評価でねまあ話題になってるねアマゾンのねプライムでまあ配信されてるんですけど、まあその中でもね 5段階の評価中 4.5 というふうなね異例の高さみたいな作品でね、まあ、自分だけじゃなくてね他の方も非常におすすめされてるような面白い作品となります。でね結構ね特殊なんですよねこの作品。はい、まあね主人公がねまあ2人なんですよねこれ。はい、しかも男女なんです。はい、そんで女性の方がまあ篠宮かぐやっていう風なキャラクターが出てきます。はい、まあかぐや様は告らせたいのこのかぐや様に値する子なんですけど、はい、まあこの子がまあ総資産額200兆円っていう風なねまあ巨大なね財閥のまあ霊場みたいな形です。はい、まあ彩色兼美容師鍛錬天は二物も三物も与えるっていう風なねもう将来が約束されたような才女。はい、これがねまあ主人公の一人の篠宮かぐやっていう女の子です。はい、非常にねプライドが高くてねツンデレなキャラクターなんですよね。で一方ねもう一人の主人公っていうのがまあ男の子で、まあ一般家庭からまあ非常に勉強頑張って天才になったっていう風な努力型の天才、まあ、学年1位をずっとキープしてるっていう風な、まあ、生徒の模範みたいなね鏡となるような存在の、まあ、ちょっと目つきが悪いけどハンサムなイケメンっていう風な、まあ、それが白金みゆき、まあ、みゆきなんですけど男の子なんですけどね、まあ、その白金みゆきっていう風なもう一人の主人公男の子がいる形になります。でだんだんねこのかぐや様が、まあ、このね白金生徒会長にどんどん心が惹かれていくんですよね。ただですねお互いねプライドが非常に高いのに恋愛偏差値が非常に低いみたいなねそのような形なんですよね。はい、でね結構恋愛ってねもう告白したらね告白した側がねちょっと始終関係で下についてしまうみたいなところをねちょっと変にね意識しすぎるような形でですねお互いがねなんかどちらが先に告らせるかみたいな形のなんかいつの間にかそういう風な壮絶なバトルになっててね、まあそれを面白おかしく描いてるっていう風なそういう風なまあ逆コメディみたいなね、はい、恋愛ラブコメディでまあギャグが入ってるんだなんかそういう風な作品になります。はい、という風な形でね、まあ、2020年6月現在まあアニメも非常に人気で1期のあと2期をやってまして、まあ、2期の最後の方にちょっとね差し掛かってるかなっていう段階になります。はい、でねまあこういうような形でちょっと前置きが長くなったんですけど、じゃあその白金生徒会長が非常に愛用しているシャープペンシルがね、はい、まあこれが非常に近いんじゃないかなというやつがありまして、それを本日は紹介したいなと思います。それがこちらになります。
じゃあ、はい、こちらなんですよね。はい、これがね、ステッドラーっていう会社から出てる、はい、925の35になります。はい、まあ、これ色合いに関してはナイトブルーっていうやつになります。はい、でね、このペンもね、またいろいろね、説明が必要になってくるんですよね。はい、まあ、せっかくなんでね、今回ちょっと詳しくね、これについて紹介したいなと思うんでね、ちょっと長くかもなるかもしれないんですけどね、最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい、でね、まあ、このペンに関して、まずね、ステッドラーっていうメーカーが出されてます。はい、まあ、ここはね、どこのメーカーになるかというと、ドイツのメーカーになります。はい、まあ、結構ね、文房具がすごい、いいメーカーというか得意な国ってあったりするんですね。まあ、日本も非常にね世界的に誇れるメーカーです。あと強いのがドイツとイタリアがあったりするんですよね。まあ、そのうちねこのドイツのまあ有名なねこのステッドラーっていうメーカーになります。まあ、古くからね日本でも取引があったりするとこなんですけど、はい、主にね製図用品とかで結構有名だったりするんですよね。でこの製図用シャーペンの中でも一番ねこのステッドラーが力入れてるのがおそらくこのね925の35および925の25と言われるシリーズになります。はい、じゃあちょっとね拡大してねちょっと特徴を見ていきましょう。はい、こんな感じです。はい、ここの部分がローレットって言われるね金属がギチャギチャになったような形になってます。指にねクッてフィットするような形なんですよね。はい、で先っぽのところがこういう風な形でね長細いねこのガイドパイプっていうやつが4ミリ長くなってる形です。はい、でここのところにね芯の硬さのね高度表示窓がついてる形になります。はい、でまあ、ここのところにロゴがこういうふうに入ってて、まあ、925の35でこれ 0.5 ミリなんでの05みたいな形で書いてあるんですよね。はい、そんでここは注目なんですよね。これジャパンって書いてあるんですよね。はい、そうなんですよね。あれっていう形ですよね。これドイツのメーカーなのになんでジャパンなんですかみたいな形なんですけど、どうもねこれ日本で作ってるような形がちょっとするんですよね。はい、でねここのところがこれクリップになります。はい、でまあここのところを外すと、まあ、ここは消しゴムになってるんですけど、はい、消しゴムのところをこうやってやるとここのところにもねなんか針金がついてます。はい、このね針金っていうのが、はい、ちょっとピントがあるですね。はい、まあこの辺がねなんか詰まった時にまあ分解してこちょ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 してね、はい、取れるようになってます。ちょっと芯が飛び出しちゃった形なんですけど、はい、まあ上のところからねここ芯を入れるっていう風な形になります。ちょっと入れときましょう。はい、というふうなねこういうふうな作りになってます。全体的にねこれ金属になっててね非常にね作りとしてはねいい形になってるんですよね。はい、でねお値段の方がねまあところによっていろいろなんですけど、まあ1000円ちょっと超えるか、まあ安いところによってはまあ1000円切るかなぐらいで売られてるところもあるという形です。でも全然ねもうそんなクオリティには思えないほどね非常に作りとしては素晴らしい作りとなってます。でこれでなんですけど先っぽのところにねなんか最近のよくあるまあクルトガとかデルガードとかみたいになんか変わった機能がいろいろついてるかとかバネがついてるかと言われるとそういう形ではないです。なんでまあ旧来のねまあシャープペンシルのなんかガシガシ書けるようなタイプのやつになります。はい、もうガシガシガシって書いてあげれるような形ですね。はい、まあね結構これ書くときにねまあ、先っぽにバネとかもついてないんでなんかこういうふうに潜るとかなんか折りにくい工夫がされてるっていう形はないんですけど、はい、まあ旧来ながらのねガシ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 しっかり書けるというふうなシャープペンシルになります。はい、でですねまあこれがですね結構ねまあいろいろ種類があるんですよね。これ925の35になってるんですけど、実はねこれの色違いみたいな形にねこういうのがあります。はい、それがこちらになります。じゃん、はい、これ925の25って書いてあるんですね。の05って書いてあって、まあ同じような形なんですよね。はい、これとこれ、あれ925と35と25これ一緒じゃんみたいな形でね思われると思います。はい、そうなんですよね。結構ねこのペンそういう風なところでややこしいところがありまして、ちょっと今からね順番に説明していきますね。まずはこのペンってね登場したのがこちら側なんですよね。はい、925の25の05と言われているのはこのシルバーのこのタイプのやつ、これが925の25なんですよね。はい、これがですね、まあ、1990年に発売になった形になります。はい、でですねこれの色がついたやつに関してはほとんど全部925の35と思ってください。ごく一部ちょっと例外があったりするんですけども、基本この形で色が銀色以外でついてるやつに関してはもうほぼ全部925の35って思っていただいても差し支えないかなと思います。はい、じゃあちょっとねこの色がついたやついろいろ自分持ってるんですけどねはい出してみたいなと思います。今ちょっと手元にあるやつをバッと出しますね。はい、こちらになります。
じゃあ、はい、まあいろいろね種類持ってるんですよね。いろいろ出てます。はい、まあ自分がね持ってる中にはその例外を含まれないんで、実はこういうふうに分ける形なんですね。まあ925の25があっても、925の35はこの上みたいな形です。はい、まあこう並び替えるとこうかな。はい、この2つに関してはね、これ紀伊国屋書店のまあグループ系列の限定色になります。でこれが東急ハンズの限定色で、これが韓国限定ですね。はい、でこれがオエステ会っていうね、まあ西日本のまあ文房具グループ限定みたいな形で、まあこんな感じでね、結構ね、あの文房具店系列とか、なんかそういうふうな国限定とか、なんかそういうのがいっぱいあったりするんですよね。でもこういうのはもう総じてもう925の35いう形です。で、まあ、925の25はこの銀っていう形なんですよね。で925の35の中でもこのまあ作品とかにもね、あの出てきてる、まあ白金生徒会長が愛してるこの濃いブルーのやつ、はい、これがですね925の35の中でもちょっと特別なやつになるんですよね。これがですね、なんとこれは925の35だみたいな形で、これメーカーがデフォルトとしてね、出してるやつが実はこの色合いなんですよね。なのでこれがステッドラ公式の色合いみたいな形になります。ということで、まあ数多とね、こういう風な925の35のカラーリングある中でも唯一ね、あのまあメーカーがこれ推してるカラーというのがこのね色合いになる形なんですよね。でどうもこのかぐや様が小倉世帯の中では、どうも白金会長はこれを使ってる感じがするんですよね。はい、ただねちょっとね違うところもいろいろあったりするんですよね。というのがアニメの中ではここら辺のね表記がされてなかったりするんですよね。あとはここのところのね、あのまあローレットのところに縦溝が入ってるんですけど、ここのね段数の数が違ったりもします。で、あとはねちょっと今から紹介するんですけど、ここのところにね筋が入ってるんですけど、このね筋がちょっと重要になってくるんですけど、このね筋がアニメの中ではねちょっとね曖昧に描かれてるんですよね。はい、まあ、これがね1本2本3本っていうのが実はちょっと意味がありまして、はい、これをねちょっと今から紹介したいんですけど、はい、ちょっとねこれ925の、はい、まあ、35なんですけど、これ以外のやつがあるんですよね。ちょっとそれを出します。はい、これになります。ちょっと待ってくださいね。よいしょっと、はい、じゃーん。はい、これがですね、あの925の85というやつになります。はい、でねこれがですね、はい、先っぽをご覧ください。はい、違い分かりますかね。これ2本筋入ってますよね、ここで。これ1本筋なんですよね。でこれがない形になります。はい、これがねそれぞれ 0.3mm、0.5mm、0.7mm みたいな形なんですよね。はい、そうなんですよね。実はこれね神経によってここのね筋の本数とかがね違ってきたりするんですよね。まあここのところの印刷が剥げたりとかなんかした時でも、まあこのね神経が分かるようにみたいな工夫な感じなんですけど、これがねちょっと劇中では曖昧な形になってるような形なんですよね。はい、でね、まあこれ結構ねドイツのメーカーあるあるなんですけど、結構ねドイツってこういう風なね数字をつけたがったりするんですよね。まあこれ車とかでもそうなんですけど、はい、あのポルシェとかありますよね。まああれもドイツなんですけど、あのポルシェ911のなんちゃらとか、なんかそういうのとかね、いっぱい9なんちゃらかんちゃらとかいろいろつけたりとかするんですけど、はい、まあこのペンもまあ例外ではなくてですね、はい、結構ねあのまあ数字で覚えやすいっていう人もいたり、まあ管理しやすいっていう人もいるんですけど、割とねあのややこしかったりします。はい、でもまあこの925の35のこのねナイトブルー、はい、これはおそらくね、まあ白金生徒会長が持ってるやつなんじゃないかなと個人的に予想してます。でね、これによく似たねシャーペンシルも実はあったりするんですよね。まあそれがまあ国用の TZ5203、 まあキャンパスアートって呼ばれてるやつとか、あとはまあ UD ジャパンから出てた DD プロっていうやつがあって、まあそれもこれと似た形なんですけど、ただね廃盤をちょっとあまりにも押すかなというのもちょっとね疑問なとこがあったりするんですよね。はい、でまあこれがねあのまあ925の35シリーズの中でも結構一般的なやつの中でも模範みたいな形になってるんで、まさにねあの生徒会長みたいなね、あのシャーペン界における生徒会長みたいな存在でもこれあるんじゃないかなっていう風なシャーペンになったりするんで、自分はこのやつやと信じたい形になります。はい、でねもう一個がですね、はい、まあ、これ最後に紹介するんですけど、実はねアニメーションの中ではここのね神経表示のところが、これね第1話の1期の第1話のところにねこれの拡大シーンが出てきてるんですけど、その時はここのところが HB のコード表示窓になってました。で、あともう一個ね、あの決定的に違うのが、ここの中がですね、これあのデフォルトの状態やと黒になってるんですけど、ここのところが緑に黒文字で HB っていう形でアニメーションでは描かれてた形なんですよね。はい、ただここがね緑色のやつってあるんかなってね思ってね、自分いろいろ
過去のねこういうな92535の他の色のやつとか調べていくと、はい、これね例外なパターンなんですけど、925の本来35色付きのやつは35って言ったんですけど、はい、25って書いてあって実は色付きのやつでちょっと特殊な変わったやつがありますよ。それがステッドラの925のアスカモデルっていう、あのエヴァンゲリオンのアスカモデルっていうやつがあるんですよね。まあ、かなり925のこのステドラシリーズの中でももうすごい高値で取引されてるやつなんですけど、それがねここの中がね緑になってたんですよね。ただねプレミア価格で10万ぐらいするようなね、あ、いやいや、すごい高騰してるような感じなんですよね。それにするがためにこれをね付け替えるがためにそれ買ういうのはかなりコスパがね悪かったりとかもしますし、実はねここがどうなってるかというと、実はシールになってるんですよね。はい、ちょっとこれこういう風にすると分解することができるんですけど、ここはねこういう風な形でシールが貼ってあるだけなんですよね。なんでまあこのシールを剥がして、まあ HB ってそういう風に緑でしてあげると、まあ改造できなくもないんですけど、またねこういう風にね、まあ戻したりとかするときにね、なんかちょっとそういう風にシールを全部付け替えるアプローチとか塗り替えるアプローチやとね、ちょっとまああれかなと思ったんで、ここでね自分一個ひらめいた方法があります。でね、ぜひこれ真似してやっていただくと、まあ特にコスプレとかでねされる方はいいんじゃないかなというのをちょっと紹介したいなと思います。はい、でね、まあ自分がね付け替えたやつがちょっともうあるんで、それを出したいなと思います。はい、こちらになります。じゃあ、はい、こちらなんですよね。はい、まあどうなったかと言いますと、はい、ここのところはねこういう風に緑色にこうやってなってます。ただこれね白地です。まあ、白地が気になる方は、まあ、黒い油性マーカーでね、まあ、これ見ながらなぞっていただいたら、まあ、黒にはなるかなと思うんですけど、はい、これ一体亀の子さんどうしたのっていうことなんですけど、はい、実はですねこれを使ってやりました。はい、じゃあ、はい、こちらなんですよね。はい、ポストイットです。はい、まあ、これのねこういう風なタイプのやつが売られてるんですけど、はい、このね緑のやつ、ここのところをまあ細く切ってあげて、ここのところに挟んであげました。はい、なんでもうこれもう中に単純にちょっと入れただけなんですよね。はい、こんな形ですね。はい、こんな形でね切って入れただけなんですよね。なんで下地は何もね色をつけたとかいうわけではないです。はい、はい、まあ、ちょっと飛んでっちゃった。はい、まあ、こんな形でね入れただけなんですよね。はい、これがねうまいことねここにあったらね透けるような形なんですよね。はい、これ実際入れた方がいいかな、ごめんなさいね。はい、まあ、これをねこういう風に合わせる形にしまして、はい、こんな形ですね。はい、こういう風にね合わせてあげると下がこういう風にね透けるような形になるんですよね。はい、なんでねまあこれを外してあげるとね元に戻すこともできたりするんで、これをね切って、まあ、入れることを、まあ、個人的におすすめする形となります。はい、これでねより白金生徒会長の持ってる、はい、ペンに近づくことができる感じです。ぜひまあ、コスプレとかねされたりとか推しペンをね、まあ、完全に再現したいっていう風な方はね、はい、やっていただけたらなと思います。ただアニメーションの場合はね、まあ、もう一回言うんですけど、ここのところとかのね表記とかもなかったりもしますし、ここの辺のねまあ、線の本数とかね、なんかこの辺の表記も曖昧やったりするんで、まあ、確実にねまあ完全再現みたいな形はまあできない形ですし、まあ本当にこれやったかどうかっていうのもね、はい、ペンをねなんかボキッと折るようなシーンもあったりするんですけど、これ折れなかったりもするんでね、はい、まあその辺はあれなんですけど、まあ結構こういう風な形で、まあ改造費約、まあこれがそこまでまあ高くないんですけど、まあ2000円まででね、はい、まあ再現することができるんじゃないかなと思います。はい、という風な形でね今回はこの白金生徒会長のこのペンのことについて迫っていった形になります。はい、まあこの動画が良かったという方はぜひグッドボタンをでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で他にもねいろいろ面白い動画とかアップしてるんで見ていただけると嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。